どうも、トニーチャンネルです。温泉に来ました。今日はですね、こちらの温泉が休館日、お休みの日なので特別に、撮影の許可をいただきました。ここは元から露天外なんですけど、こういう風にやゆっていうんですかね、こういうのを着ますので混浴ができるんですよ。だから入り口は別々なんだけど、中に入っていくとご家族でカップルで一緒に入れる。今ここはもう源泉なんでジャブジャブね出てます。どういう状況かちょっとね、 手ぶれになりますけども、ほら外なんですよ。まだ雪が残ってますね。ここは奥飛騨です。岐阜県の奥飛騨温泉の焼岳ガーデンホテルっていうところの、ウグイスの湯を今お借りしてるんですけど、もうとっても広くって、洞窟があったり、打たせ湯があったり、立ち湯、寝湯、いろいろあるんです。で、私はよくね、お肌がね、どうしてそんなツルツルなんですかって言われるんですけど、多分温泉なんですよね。で、一番来てるのがここです。焼岳、焼岳はね、いつもなんか火山で噴火してるんですよね、現在これで。まあ芸能人皆さんそうだと思いますけど、ちょっと空いたら温泉、例えば栃木県、例えば箱根、草津、行きやすいとこね、それぞれあると思いますけど、どこもお湯がいいんですけど、私はもう特にこちらが秘湯っていうか、露天風呂日本一なんですよ、数がね。どこでももう露天風呂があるのが奥飛騨。まあ遠いですけどね、でもいい。このお湯がすごい好き。このこれ、こういうね、下に湯の花から出る、これ緑色でしょね、これ古代湯なんですよ。古いお湯で、本当に下の方からこう湧いてきてるんで、古代の藻、海藻みたいなね、藻が生えてるんですよ。で、これがね、お肌にすごくいいんで、お湯の中から拾っては顔に塗ってんですけど、まあなんとなく肌の調子はいいです。だからこれが効いてんじゃないかなって。ほら、これ分かる？これがいいですよ、これが。ただね、大掃除しちゃうの、いつもなくなっちゃうの、この緑の砂が、なんていうのかな、藻がね。これがやっぱり配管に詰まるらしいんですよ。見たことない？あれもみんな湯の花が固まってああいう形になる。時々は割ってガバッと取る、すごいもんですよね。だから洗っちゃうから、この大切な、私の大好きなこの藻がなくなっちゃうんですけどね。今日は貸し切り寂しいぐらい、もう夜中中入れるんですけど、真っ暗なんで、ちょっとやっぱり明るくなってからね、入らさせていただいてます。多分だから、なんで肌がツルツルなんですかといえば、温泉に入ってくる、噛んだ、温泉に入ってるから噛んだ。さあ、それではね、今日は最高のロケーションの中、温泉が似合う女性タレント、タレントって言っていいのかな、有名人ベスト3いきましょう。じゃあ第3位は広瀬すずちゃん。かわいいよね、よく間違えられるんですけど全く間違えられませんけど、広瀬すずちゃん可愛いですよね。お姉さんも素敵ですけどね。すずちゃんはなんか温泉に入った時、なんかブクブクとかやってくれそうな
そういう可愛らしさがありますね。第2位いきましょう。第2位は演歌から藤あや子さん。いやー、あの色川はね、まあ私はね、坂本冬美ちゃんにちょっと似てって言われますけどなんで全部この顔になっちゃうの。まあ冬美ちゃんも色っぽいですけど、藤あや子さんのあの色かね、あれがここまででこう入ってったらもう、ああ素敵ですね。でもなんか聞いたら性格はすごいさっぱりしてて、もう男性みたいですよなんておっしゃるけどね。なんか猫ちゃん飼ってらっしゃるみたいで、取材でこう見たらうちと同じ感じの猫ちゃんを可愛がってらしたから、私的には好きになりました。藤あや子さんが第2位。それでは堂々の温泉が似合う女性第1位はミーシャ。やっぱそうでしょう。じゃあちょっと、私部屋から持ってきましたんで、特別ですよ今日はね。今日は本当お休みの日で特別に許されてますから、ちょっと巻いてきます。ちょっと失礼、今巻いてきますからね。よいしょ、できました。ミーシャ、今入りたい温泉。こんな頭してますよね。目がつり上がっちゃいました。ババンババンバンバン、いい加減にしろよ。ババンババンバンバン、湯冷めするなよ。ババンババンバンバン、親しき中にも礼儀あり。まあ事件っていうほどじゃないんですけど、シャンプーした後に髪の毛が、次コンディショナーしたらガッサガサになって、なんでかなと思ったらボディーソープでした。こっちもあるんだよ、洞窟。洞窟見る？ほらずっとこうね巡っていけるようになってるんですよ。あー、これ濡れちゃうな、カメラが。やばいかな、やばいかな。いけた、いけた、滑った。洞窟です。湯がねすごく湯量が豊富で、で岩がね大きいのいっぱいあったんだって。でそれで組み立てて露天風呂作ろうかなっていうようなことから始まったようなことも伺いましたけど、本当に山奥です。標高は1000メートルぐらい、すごく上の方なんだけど、岩はいいわ。次行ってみよう。ね、滑るから気をつけて。はい、ここからは、この混浴じゃなくなるので、これを脱がなければいけませんが、ちょっと撮影なのでこのまま撮らせていただきますが、広いよ、ほら広いで、ね、見て、もう湯量がすごいんですよ。夜中中ジャージャーです。あっちは立って入れる立ち湯、歩いて運動になるでしょ。あと奥の方は寝湯ね。だから家族で来たりして、いつまでも顔が赤くなっちゃった、失礼。さあお風呂から上がりまして、ほらツルツル。続きましては足湯。うわー、ここはねもう窓が開いてるので頭がスーッとするんだけど、足が暖かいからいつまででも入ってられる。ここももう源泉かけ流し、もったいないぐらいですけど、すんごく温まりますね。足湯だけでも駅前とかあるじゃないですか、本当に温まるよね。楽しい。図鑑即熱って言ってね、
湯たんぽ入れたりするじゃないですか。頭は氷枕でね。だからやっぱ足を温めるっていうのはいいですよね。手ぬぐい遊び。ダチョウクラブ。よせよ、よせよ。工事現場。全然わかんない。